男子テニスのロレックス上海マスターズ、中国、上海、ハード、ATP1000、は12日、シングルス準決勝が行われ、第1シードのジェイシナー、イタリア、が第30シードのティーマハーチ、チェコ、5、6対4、7対5のストレートで下し初の決勝進出を果たすとともに、史上19人目となる年間世界ランク1位の座を確定させた。 23歳で世界ランク1位のシナーが同大会に出場するのは2年連続2度目昨年は4回戦で敗れたが今大会は初戦の2回戦で世界ランク93位のダニエル太郎・タロー3回戦で第31シードの T.M. エチェベリーアルゼンチン4回戦で第14シードの B ・シェルトンアメリカ準々決勝で第5シードのーメドベージェフを下し4強入りを決めた 世界ランク33位のマハーチとの顔合わせとなった準決勝、シナーはファーストサービス時に74%の確率でポイントを獲得し相手のブレイクを一度に抑えると、リターンゲームでは3度のブレイクに成功し、1時間43分で同大会初の決勝進出を果たした。また、シナーはこの勝利により史上19人目となる年間世界ランク1位の座を確定させた。今季、全豪オープン、 オーストラリア、メルボルン、ハード、グランドスラムと全米オープン、アメリカ、ニューヨーク、ハード、グランドスラムを含む6大会でタイトルを獲得したシナ6月には1973年にコンピューターによるランキング制度が導入されて以降、男女を通じて初となるイタリア人としての世界ランク1位を記録。その後もこの座を譲ることなく維持したシナは今回、 初の年間世界ランク1位の座を手にした。男子プロテニス協会の ATP は公式サイトにシナーのコメントを掲載している。素晴らしいことだ。子供の頃や若い頃に夢見るのは世界1位になること。年末を迎えた今、また違った特別な気持ちだよ。もちろん僕にとって本当に大きな意味がある。家族や友人。 そしてチームに多大なる功績を残してくれた全ての人々なしではこれは達成できなかった。